はい、皆さんこんにちは。タップダンサーの穴田秀樹です。今回の解説動画の振り付けはこちらです。今回はこの振り付けの解説をしていきますが、タップダンスの基礎や用語などを確認したい方は、以前ステップ解説動画や用語解説動画などを作っています。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご確認ください。後半では音に合わせて踊りますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いってみましょう。右足から今回はね、スケートっていうテクニックを使います。内側からステップして、ひねっておいて、そのひねりをほどくようにして、ヒールボールを繰り返し、外に逃がす。こういう動きのことをスケートって言います。なぜかというとね、その滑ってるように見えるということで、今これだけでわかんないんですけど、これがこう速くなる。ちょっとね、足を残すと滑ってるように見えますよね。そういう時にスケートっていう時があります。そのスケートテクニックを使って、内側から外に、3、4、できたらこれ残したまま引きずって、5、6、7、8っていう絵が見えるといいですね。さらに言うと、足をもっと上げちゃうっていうこともあります。いろんなこれは、ね、見せ方なので、今回は残す方を使いながら、8、2、3、4、5、6、7、8。そしたら戻って、スタンプと、スタンプと、スタンプカット。ここまでゆっくりやってみましょう。5、6、7。1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7 これを一緒にやってみましょう。 5,6,7,1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7 3,8 目から最後7で終わって8休んでからシンコペーション、前々回のね超入門でやったと思いますけど、タタタタ、これね、見てる人は分かりますよね。スタンプステップ、スタンプステップ、スタンプ。反対に移動して、スタンプステップ、ステップ、ステップ。回りましょう。タタ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 タ。そしたら、ヒール。刺して、横にちょっと振りながら、最後、シャッフル、ステップ、スタンプ。で、決めます。3エイト目からつなぎましょう。5,6,7,8 1,2,3,4 5,6,7,8 1,2,3,4 5,6,7,8 これを一緒にやってみましょう。これを一緒にやってみましょう。スケートっていうテクニックを使ってますけど、大事なのは足をね、最初にひねってあげて、これをほどく、わざとひねって、よく回るときもそうなんですけど、わざとクロスしてほどく方に行くっていうことを自分で最初にやるってことが大事で、こう置くと次に向こうに行く勢いがないんですけど、こう置くことによってそれを外そうとして向こうに行く、ね、力が加わるので、なるべくひねってあげて、こういう滑らす練習をしながら、だんだん体重の移動も含めてやってみてください。それではメトロノームに合わせてやってみましょう。右足から5、6、7、
きましょう。ファイブ、シックス、セブン。向きになって一緒にやってみましょう。右足から5、6、7。今度は左足から一緒にやってみましょう。右足から5、6、7。左足から5、6、7。反対向きになって一緒にやってみましょう。右足から5、6、7。今度は左足から一緒にやってみましょう。5、6、7。右足から5、6、7。今度は左足から5、6、7。今度は反対向きになって一緒にやってみましょう。右足から5、6、7。今度は左足から一緒にやってみましょう。5、6、7。今回はスケートというテクニックを取り入れた超入門レベルの振り付けをお伝えしました。毎回ね、少しずつ新しいもの、そしてもちろんね、前に使ったものもいっぱい使ってます。ぜひね、何回も何回も見直していただいて、自分のね、引き出し、使えるステップを増やしてください。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。